はい、ミスター真由美さん、糖尿病ですか。そして無呼吸症候群ね、やっぱりこれはね、男性も女性もそうなんですけども、特に男性、働き盛りの男性が50歳になってくるとね、直面する問題なんですよね。日本では糖尿病が非常に多いとかね、人工透析のこととか合併症のこととかものすごくね、私も不安になりますし、実際介護士をしていると糖尿病の方の透析にご一緒することも結構多かったんでね、その不自由さとか恐怖っていうものは、なんかね、インシュリンとかをいつも持ち歩いていたりとかするわけですよね。やっぱりね、健康ってもののリスクヘッジは最大限にしておかなければならないと思います。今日お知らせするのは食べ物ですね。安い食べ物って実は安い分だけリスクが高まっていって、食品に払わないお金を後々医療費とか介護費にもうね、利息をつけて払うような感覚なんですよ。ですので私は所得が追いついてきましたんで、食べ物っていうのは高くてもね、自分がもう良いと思ったものを積極的に取り入れるようにしてます。だから安いからという理由ではもう今ほとんど買うことがないです。とはいってもね、日々近くのスーパーで買い物しますんで、そういったものが、まだまだ多いですけども、ただ私は外食をするときはですね、もうクオリティの高いもの高いものっていう風に選んでいきます。だから外食は結構高くなります。でもそれはね、インスタグラムでアップしてキラキラを演出するためでも何でもなくって、将来の医療費に対してリスクヘッジをしてるって考え方なんですよ。やっぱり一流の調理人がコストをかけて在庫管理をして、素材にこだわって、そして安全と健康と思えるものを吟味すれば、それはお金かかると思うんですよ。だからそういったものを買う方が私は安心かと思いますし、特にこれからね、年齢も下り坂に入ってきますから、やっぱりカロリーの高いものとか、コストカットをね、繰り返した挙句の商品ってものっていうのはどれだけの恐怖がはらんでるかってことは私はね、感じるんですよ。もちろん人の感じ方は様々ですし、どんなものを食べても害にならないような体を作っておくってことも大事だと思いますけども、私のリスクヘッジはかけるところにはしっかりとお金をかけていくってことに今はなっております。所得のない時はしょうがなかったんですけども、今は食べ物に関しましてはね、月間で使えるお金ってのもだいぶ増えました。まあ言うてもね、そんなにね、使ったところで食費ってバカ高くはならないんですよ。だって月に3万円の食費をかけるとしてね、それをどんだけ贅沢しても、じゃあ10万になるかって言ったら、これまたなかなかならないですよ。で、3万を節約したところで1万にするのは至難の業ですからね。そうなってくると食費に限ってはしっかりと使ってもいいのかなと思います。他のことをやっぱりね、絞るべきだと思いますけども、食費に関してはどんだけ使ってもそれが何十万という金額にはならなくて、まあせいぜいね、一人当たり5万円とか6万円が月間の消費量としては結構落ち着くところなんではないかなと思います。私の今の感覚でもそんな感じなんですよ。ただね、やっぱり外食を増やすと、私外食一発一発が奥さんの分もあって2人分だったりするんで、結構来ますけどもね、結構来るんですけども、それによって食べる時も気持ちがいい、将来的にも健康被害のリスクっていうのは低減されるってことだったら、もう本当にね、十分なリスクヘッジだと思うんですよね。まあ、他にも私の考えているリスクヘッジっていうのはさまざまございますので紹介していきたいと思いますけども、私がね、これからリスクヘッジにプラスアルファ加えないといけないなと思うのは、この怪我を通じてですね、歩き慣れてない道路っていうのはやっぱり慎重に、やった方がいいかなと思うところですよね。で、歩き方も気を抜くんじゃなくて、やっぱりね、かかとを上げてつま先を最後につけるような形で正確に歩いていかないとなと思うんですよ。私ね、今回怪我をした時ってつま先がどっちかって言ったら引きずるような形で気を抜いて歩いてたってことをね、今こうやって何がいけなかったのかなと思った時に感じたんですよ。まあだからね、こう事故から学ぶことっての多いなと思います。今回もね、こういう事故にならないと分かんないこと結構ありまして、ちなみにですね、この脱臼、私の場合はなんか手術して治療に1ヶ月かかるっていう風に言われたんですけど、私も結構ね、3日目にして、もう4日目ですけども、割と自由にね、動けるようになってきて、こうやって1人でね、三角筋もこうやって腕つりも結べましたしね、この拘束位もサポーターもね、これ一人でやれるようになったんですよ。で、今のところ T シャツとか着るぐらいの可動範囲が広くないんですけども、まあ、こんな時のためにね、こういった羽織系の服もありましたんで、これはね、お侍さんの浪人服なんですよ。これがね、なんか今ここで役に立つとは思わなかったですね。今これでだからパッとかけてね、やってますよね。で、こういう格好をしていくと
こういう格好をしているとですね、こんな格好ですね、やっぱり腕どうしたんですかっていうふうな声もかけられて、そこからね話題が広がって、いわゆる集客に成功するわけなんですよ集客にこの格好をすることによって、普段ね挨拶だけの人も、あらどうしたんですかみたいな感じで一歩二歩会話が弾んできてね、いやもう全然へっちゃらっすよみたいな感じでねやっていけたりとかね、そしたら相手の方も、いや昔私もねこうやって怪我したことがあるんですよとかね、私の親戚もこうだったんですよみたいなことで話が弾んで、割とね地域の方と今回の怪我を通じて非常に仲良くなったなと思いますよね。はい、では今度はね手術を受けて医療関係の方、病院関係の方、それから介護士もついてくださると思うんで、そういった方とね仲良くしていこうかと思います。では本日の放送は以上です。皆さんもね、無駄死にしないように、これ無駄死にしないようにっていう意識ですよ。怪我をしたんだったら無駄に使うんじゃなくて、それを最大限使っていこうと、怪我をしたことを最大限使っていって、怪我をしなかった時よりもプラスなね結果に導いていければいいんじゃないかなと思ってしまいますけども、皆さんいかがお感じでしょうか。では失礼します。